本田監督のりょさん散歩見て、いや、絶対合わないでしょうね。<laughs> いや、まあ、ね、あの、本田さんの哲学は強いじゃないですか。で、そこに、えっ、ー、と、合理的に話し合ったりとか、いや、本田さんそれこうでこうでこうでこうなりますよって言った時に、じゃあそれやめよって言ってくれる人がどうかわかんないから、意外にね、これが、本田さんはそう見えないって意味じゃなくて、意外にね、それを、 え、でもそれだとこうなっちゃうからこれやめた方がいいですよっていうので、いや、それがこうなんだよっていうふうに言いくるめてくれる人っていないのよね。うるせえってなっちゃう結構よく。まあみんなも経験してるでしょ。だ自分は絶対そうなりたくないから、例えば僕の近くで言うと、参謀で言うと笠原ですけどで、ピッチ上で言うとレンとかが筆頭だけど、まあいろんな選手いるけどね。その時に A の意見を僕が言う、で B を言われた時に B の方が正しい時にちゃんと B に変えれるかどうかって結構リーダーって僕重要だと思うんですよ。 で、この A を B に変える力っていうのを失わないようにするのが大事で、これを B に変えれなくなったら僕結構老害なのかなって思うんですよね。